山下達郎がお送りいたしておりますサンデーソングブック、というわけで今日はですね、CD の、整理が、できましてですね、アナログの棚が姿を見せたんで、そこのアナログの棚から一つ紙持ってまいりましてですね、勝手にかけさせていただくといういい加減なプログラムですね、これはこれで結構大変なんですよ、何をかけるかとね、というわけでお聞きいただきましたのは、エレクトリックプルーンズ、アメリカのシアトルという都市は昔も今もサイケデリックガレージパンクの、メッカでございます。今でもそうですけども、これは1967年の、全米27位まで上がりましたエレクトリックプルーンズのセカンドヒットであります。150ワットのアンプを4台直列ににしてトレモルサウンドでブンブン鳴らせるというこのエレクトリックプルーンズの、それが歌い文句でありましたけれども、なかなかボーディッドリービートに乗っけた、結構いい曲でありますけれども、グループ自体は割といかがわしい感じのグループでございましたけれども、というわけでエレクトリックプルーンズ Get Me to the World on Time という曲でございました。続きましてはトーケンズ1970年の作品、全米61位までありました。これは僕の大好きな一曲でございます。 She Lets Her Hair Down。現在はトーケンズが設立いたしまして、 BT パピーというレーベルがどことも契約が日本がございませんので、アメリカでもどっか浮いてるんですせいか、全然 CD が出てくれません。トーケンズ、ハプニングス、こういったものが、カービンストーン4とかそういったものが全然 CD になって、早く CD になってくれませんかね。70年にのミドルヒットでございます。 She Lets Her Hair Down、 朝もやの中でなんていう日本が題がついておりましたけども、こういうのを聞いて、裏声を一生懸命うーあの辺 の上が出るか出ないかと一生懸命やったもんでございますけども、トーケンズいい曲ですね。その CD の整理とかやっておりましたら、たまこういうハガキが来ました。新潟県柏崎市の松本拓也さん、中学3年生。すごいですね。達郎氏はレコード&CD をどのように整理しているのですか。僕も CD が2000枚になり、ちょっと待ってよ、中学3年生で2000枚かよ。どのように整理するか困っています。どうか良い整理方法があったら教えてください。ちなみに僕のコレクションは達郎氏が全く興味がない日本の女性アイドルのものばかりですが、日本の女性アイドルものばかりで CD2000 枚ってもかなり病気だよねこの人。例外としてバンモリソンとゾンビーズは大体揃っています。バンモリソンをちょっと待ってくれ、バンモリソンを教えてくれたのは中森明菜で、ゾンビーズはココがテレビでカバーしていたのです。ね、すごいよね。いや、いいことだよね、でもね。中森明菜からバンモリソン、ここからゾンビーズ。この人なかなかいいセンスをしてると思いますね。が、CD の整理というのは皆さん大変に、なんですよ。CD というのはですね、コンパクトディスクとか言って、コンパクトとか言ってますけど、実は全然ね、コンパクトでも何でもないんですよ。プラスチックのケースだからね、押したって引いたって、それ以上ちっちゃくなんないんですから。レコードは思いっきり詰めると、10枚の、入る箱に15枚ぐらい詰められることがあるんです、無理するとね。だけど CD は死んだってね、10枚の箱に10枚しか入りませんからね。だから僕はフロッピーディスクでも 3.5 インチ使わない。5インチだとやっぱり10枚の箱にうまくすれば16、7枚入りますからね。すごい話をしてますけれども、で大体我々の世代は特にアナログ版を死ぬほどあるんですよね。壁いっぱいにアナログ版あって、その上に CD ですからね。早い話がアナログ版で持ってるやつを CD で全部買い直す根性でやるしかないわけでございましてですね、レコード屋というのはなかなかうまい商売をするものでございまして、ですから私の例ところみたいにどういう具合に整理してるの、整理する方法なんないですよ。みんなパニックです。みんな全員、私の仲間うち岩崎くんもですね、小川くんちも、僕の友達みんな足の踏み場がありません。どうにもなんないです。こっちが聞きたいぐらいの整理方法。従いまして、みんな大体近くにアパートを借りるとかですね、そういうことやっておりますけど、中学3年だとちょっと無理ですね。従ってどうやって整理するか、買わないことです。それっきゃありません。頑張ってくださいね。というわけで、ドゥーアップの特集をしたかったんですけども、なんとなくタイミングをしてしまいまして、秋になったらやります。9月になったら、ドゥーアップ。それから、ブラックモンがブラックミュージックモン、特に70年代のブラックミュージックモンがなかなかかかりませんで。まあ最近フリーソウルとかレアグループとかわけのわかんない用語でいろんなものをかけて、いろんなところでかかりますのでですね、私の番組でそんなにやんなくてもいいんじゃないかという感じもいたしますけども、どちらかといったら、だからサザンソウルとかディープソウルとかそういうものの方が日本では今聞く機会がないので、そっちの方をやった方がいいのかなという感じもいたしますけれども。先日ですね、ファイブサテンズの非常にレアなナンバーが、CD 化されまして、今日かけさせていただく、ただ1枚の CD でございますけれど、
ファイブサテンズというのは実態が非常にはっきりしないグループでありましてですね、いろんなレーベルを渡り歩いてるんですけども、チャンセラーというレーベルに2枚だけシングルを残しておりましてですね、このシングルは非常にレアで、なかなか音を聞くことができなかったんですけども、なんかひょんなことでコンピレーションに、フラットこのファイブサテンズの作品が入っておりまして、これが非常にいい曲でございまして、何の因果がわかりませんが、気まぐれと言いましょうか、気が向いたと言いましょうか、いきなりこの、場でかかるという、ファイブサテンズの1962年の作品、Do You Remember?なんたってあっという間に終わってしまうのはいいところでございましてですね。だんだんおじさんになるともう、リピートするのがもう、カタログになってくると、5分も6分も続く曲はいいやって。3分ぐらいでワンコーラスとハーフ聴いたらもう曲分かっちゃったみたいな、そういう世界でだんだんなってきますけども。そういうわけで、ファイブサテンズの1962年の作品、Do You Remember? という、カタログでは見て、タイトルだけは知ってたんですけど、やっと聴くことができたという。最近は本当に何でも CD に入っておりましてですね、もう本当に何でもある素晴らしい時代です。だけど逆にその選び方が難しい。下手するとその CD のもう、中で溺れてしまうという。もう CD の山です。もうレコード屋さん行くともうとにかく上から下までもうぎっしりあるという、もううなるほど品物がありますけど、一体どれを選んでどれを聞くかというのは誰も教えてくれないという変な時代ですね。ですから、いわゆるその、歴史的伝とか伝統に基づいたそういう有名ヒット曲というのはほとんどオンエアでとか CD 化されないのに、そういうフリーソウルとかレアグループという名のもとに誰も聞いたことないようなものが非常にもてはやされるという、まあ我々のみたいなそういうオタクなレコードリスナーのそういう責任も大きいと思うんですけども、なかなか変な、なんか曲がった時代だなっていう感じは非常にいたします。と言いながら、こういうプログラムをかけてるんですから、なんかそこも相当曲がってるんですけど、まあいいや。先週ですね、山下達郎シングスシュガーベイブのパンフの、抽選をいたしまして、私はいつもそういうプレゼントに関しては、何にもお書きにならないで、プレゼント希望とだけ書いてくださいとお願いしてるんですけど、それでもびっしり書いて来られる方が半分以上でありましてですね、この外れのハガキをせっかく書いていただいてるんで、もったいないので、つらつらと読んでおりますといろんなことを書いてあるわけです。これは兵庫県の春江康弘さん、32歳会社員。私は山下さんが好きなオールディーズとかドゥーアップは別に好きではないので、番組のプログラム自体はあまり面白くありません。毎週ではないけど。でも山下さんの78年頃からのファンなのでいつも聞いています。私が好きなのはいろいろあるけど、70年代の日本のロックポップスが大好きです。リアルタイムで聞いたのは、てんてんてん、スペースがなくなったので続きはこの次のハガキでってよくわかんないな、この人。それとか、大分県の藤沢、これ、帝子さんって言うのかな。私はこの気候に体が慣れないらしく、体力に自信がなくなっている今日この頃です。年齢的なものも多分に関係あるでしょうが、それにしても先日4週間もリクエスト特集がありながらも楽しみにしていたのに1曲も気に入った曲がないというのはすごいショックです。今までいなかったことなんでとてもショックです。ここ1年ずっと気になりながらもエアチェックは続けていました。どうしてでしょうか。達郎さんの好みと私の好みが違ってきたのでしょうか。こういう時代ですから、人間の好みが違うのは当たり前でありましてですね。でも4週間もあれして1曲も好きな曲がなかったっていうのも、これもちょっと気になる話ですけど、だからといってそれで、合わせてかけるわけにもいきませんので、ね、なかなか難しいんですよ、こういう公共放送っていうのはね。右に行くと左の方が良かったっていう人もいます。左に行くと右の方が良かったと、結局自分の好きなのにやるしかないんです。しょうがないの、これで。それでお好みに合わなければ、まあ仕方がありませんねというしかないわけでございましてですね。島根県の神戸光太郎さん、16歳、高2。山下達郎シングスシュガーベイブのライブ録音、勉強していたにもかかわらず、知らず知らず聞き入ってしまいました。達郎さん勉強できなかった60分間の代償としてコンサートプログラムくださいって、すごい人だね、この人。すいませんね。皆さんに差し上げたいんですけど、本当に。あんまり話ばっかりしてても曲がかかりませんのでですね。これは前から番組で、かけてみたかったんですが、アナログ版が見つかんなくて、なんと、棚の一番奥で眠ってたやつでございまして、ジョエル・スコット・ヒルというシンガーの1971年に発売しました LA ゲートウェイという、ゲットウェイというタイトルのアルバムなんですが、この人自体は全く無名の人なんですけれども、タートルズのドラマーでありまして、後にクロスビー・スティルス・ナッシュ&ヤングなんかのドラマも、やっておりまして、ジョン・バルバタという人と、若い頃一緒にクラブサーキット回ってたそうでございまして、その人と、クリス・エスリッジというフライング・バリット・ブラザーズの、ベースでございますが、その3人を中心で、このジョエル・スコット・ヒルという、この人はウエストコーストの、やはりそのクラブ周りをしていた人なんですが、このの、アルバムを作ってやろうと。で、まあ、ドクター・ジョンでありますから、ロン・ラッセルとか、いろんな人を
ブッカー・ティ・ジョーンズ、いろんな人を呼びましてですね、アルバムを作ったという。このアルバムは非常に、渋くていいアルバムでございましてですね、このアルバムをお知らせから一曲、お知らせの前に、お届けしたいと思います。これはブッカー・ティ・ジョーンズのオルガンと、それが多分レオン・ラッセルだと思いますが、ピアノは、それをフィーチャーしました。オールマン・トラブル。ジョエル・スコット・ヒル、1971年のアルバム、LA Get Away というタイトルのアルバムから、ブッカー・ティ・ジョーンズの、これピアノも多分ブッカー・ティ・ジョーンズみたいですね、曲もブッカー・ティ・ジョーンズ、の作品ですから、オールマン・トラブルでありました。それではお知らせです。Jack's Card Sunday Songbook。山下達郎がお送りいたしておりますサンデーソングブック、リクエストお便りたくさんお待ちいたしております。郵便番号 102-80、 郵便番号 102-80、 東京 FM サンデーソングブック山下達郎の係にどしどし、リクエストお便りお寄せいただきたいと思います。次のリクエスト特集は8月の中旬後半、その辺でまとめて生きてみたいと思いますので、まだ十分時間がございます。今頃からですと、地方局がの集計がそのぐらいにちゃんと届くようになっておりますので、バッチリリクエストが届きますので、一つよろしくお願いしたいと思います。こんな曲が聴きたい、歌ってる人がわからない、こんな曲持ってないだろう、何でもどんとこいでございます、持ってなければ友達に借りても書けるという、世界でございますので、どしどしリクエストお便り、素敵なお便りお寄せいただきたいと思います。というわけでストロベリーアラームクロック、1968年のこれもセカンドヒットであります。全米23位まで上がりました。 Tomorrow、ストロベリーアラームクロックっていうのはウエストコーストのいわゆるサイケ、シーンの時代のバンドでありまして、インセンス&ペパーミンスというナンバーワンヒットがありますけれども、リードギターのエド・キングという人はこの粉っぽいフィーンってギター弾いてる人ですけども、この人は一時期レナード・スキナードのメンバーになったこともあります。これは随分ちょっと前のハガキなんですけど、面白いんで今まで撮ってありましたが、東京都足立区の久松理恵さん、ちょっと怖い話、私は眠れない夜は音楽をヘッドホンで聴きながら眠りにつきます。スローテンポの曲、落ち着く曲、詩が素敵なもの、バラードでも時々詩が気になるときは英語の詩のスローテンポのものにします。それでいつもはヘッドホンのコードを短くして聴くのですが、あるよそれを忘れたのです。長くすると3メートルぐらいあるのかな、私のは。明け方寝苦しくて目が覚めたら首にコードが巻きついていまして、怖い。外しながらまた眠ってしまったら、朝目が覚めた時は二重巻きになっていたのです。達郎さんも曲を聴きながら睡眠に入る時はありますか？ファンクラブではあると書いてあったような。達郎さんのことだからワイヤレスコードのヘッドホンはしないと思いますから、こんな経験は。しょっちゅうです。四重巻きぐらいになったことがあります。体中が、僕らカールコードですからね、体中巻かれちゃってね、すごいですよ。ほとんどあれ焼き豚状態ね、皆さん気をつけてください。でもワイヤレスは嫌ですね、最近娘がですね、夜に寝しなにヘッドホンをして寝たがって困るんですよね。うちの娘がなぜかベンチャーズに凝り始めましてですね、小学校4年生なのにウォークドントランを弾きたいと言い出しましてですね、私ギブソンの4分の3モデルっていう短いショートスケールの、エレキを持ってますので、それを持ち出してきましてですね、小学校4年の子供がギブソンの渋谷さんですからね、すごいものがありますが、それでウォークドントランをチャー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 ってやってますけども、なかなか、始めたばっかりで、7月1日から始めましたんで、だいぶ少しですが弾けるようになってきたという、先が恐ろしい。面白いですね、なんて言いましょうか、うちだけじゃないんですけど、他の、うちのお子さんでもやっぱりベンチャーズにすごく狂ってて、出雲のいとこが中学校1年なんですけど、これがまたベンチャーズに狂ってて、やはりこうロックンロールっていうのは青春音楽と言いましょうか、そのぐらいの年にやっぱりなんか訴えかけるものがあるんでしょうね、全然それが古いものだとかいうことが関係なしに、非常にこの曲がどの曲が好きだとかいうことを言いますから、この先面白い世界になってきますが、ロックンロールももうすぐ、半世紀を経ようと しておりますけれども、なかなか面白い20世紀をやっぱり代表する音楽の形態になるんでしょうかね、そんなことを考えたったり、しますけども、たまにはジャグバンドを行ってみたいと思いますが、ジム・キュースキン&ジャグバンド、ラグママ、ジャグバンドというのは1920年代頃に、アメリカの南部で、黒人 の人たちが、いわゆる楽器を買うお金がないのでですね、大きな瓶を
口で吹いて、ベースの代わりにしてみたり、ウォーシュタブベースと言いまして、たらいに縄を通してモップの柄に結びましてですね、ベースの代わりにして、でそれからウォーシュボードと言いまして、洗濯板に、お皿をつけてシンバルと、それいわゆるギロみたいな、要するにパーカッションの代わりですね、それとカズー、それからアコースティックギター、そういうものでブルースでありますとか、いわゆるあのダンスミュージックをやっておったんですけども、そういうのをジャグバンドというんですけども、それが1960年代の初期に、ニューヨークの、学生の間で、フォークリバイバルの波に乗って、人気を得ましてですね、その時にニューヨークで一番人気があったのはこのジム・キュースキンの、率いるジム・キュースキンジャグバンドでありまして、メンバーの中にいましたのはマリア・マルダー、当時はマリア・ダマートなんていう名前でしたけども、それからジェフ・マルダー、こういう人たちが、おりました。そのジム・キュースキン&ジャグバンドのアルバムからラグ・ママという曲でございました。そのうちジャグバンドの特集なんていうのもやってみたいと思いますが、まあこの時間だとちょっと無理かな、秋口のちょっと涼しい時期じゃないとダメかもしれませんね。今日もおはがき読んでいたらなんかまたあの時間が押してしまいましたけどね、結構変なはがきがあるんです。これは書いてないな、広島中央の景色シングライクオタクというペンネームの人ですが、山下さんこんにちは。いきなりですがかけてほしい曲というのでしょうか。テレビの CM 曲があります。おそらく絶対にかけてもらえないと思います。初めから分かってんじゃない。87年88年のどちらか、佐藤筑前さんが歌っておられるアイフィール高校あったならばかけてください。これはですね、今日の朝の10時にですね、佐藤筑前がやっぱりネットで番組やっておりますから、そっちの方にハガキ出してくださいね。あの出すとこ間違えてますから、一応言っておいてあげますからね、よろしくお願いしますね。それからなかなか読みたいハガキがあるんですが、8月の末まで、待っていただきましょうかね。埼玉県の星直哉さんってこれよくいただきますが、しつこくリクエストいただいてますが、またください。読んでないわけじゃありませんから。それから、金沢市の脇坂洋平君、これ13歳の可愛いおはがきをいただきました。ありがとう。うさぎの絵が、ココアちゃんのうさぎの絵が描いてあります。初めてお便りします。無理かもしれませんが、どうか読んでください。ちょっと文章が長いので、全部読むわけにいきませんけど、ちゃんと、あの、目は通させていただいてますから、またおはがきください。そんなわけで、来週はですね、夏、サマーサウンドなんてやってみようと思いましたけど、芸がないのでですね、タイトルに夏がつく曲、サマーがつく曲、これで集めてみたいと思います。こういう、あの、特集はですね、ともすれば、夏というタイトルさえついてれば何でもいいという感じで、曲が面白くなくてもかかっちゃうという感じになるとつまりませんのでですね、今、スタッフ全員で夏というタイトルの曲を総ざらいしておりましてですね、結構面白いものになるんじゃないかと思っておりますが、夏尽くしの特集を来週はしてみたいと思います。再来週はですね、8月に入りますが、8月の7日、これはですね、波の音の SE が入ってる曲、これもですね、イージーかといえばイージーなんですけども、これでやっぱいい曲をかけなきゃなりませんので、これもスタッフ総動員でですね、今、総ざらいをしておりますので、これも結構面白い特集になると思います。それが過ぎましたら、暑苦しい夏をさらに暑苦しくする、そういう暑苦しい曲の特集なんていうものをね、一つしてみたいと思います。それが過ぎまして、最後の2週間あたりでリクエスト特集という、行く夏を惜しむという、8月のスケジュールはいっぱいいっぱいですね。何がいっぱいいっぱいだか分かりませんけれども、その、特集をきっちり やる傍らでレコーディングに励みたいと私は思っておりますので、一つよろしくお願いしたいと思います。皆さんのリクエストカードとお便りに本当に助けられて、番組が進行しています。本当に ありがたいことでございます。冷房が、やたら効いてる、中からいきなり表に暑い夏に飛び出しますと、体調を崩しますので、皆さん、冷房病にかからないように、くれぐれもお気をつけくださいましてですね、元気に夏を乗り切っていただきたいと思います。いよいよ夏本番でありますが、福岡県の松岡なるみさん、スプリンクラーをエアチェックした貴重なテープを紛失しました。もうこの番組に頼るしかありません。どうかよろしくお願いしますという、スプリンクラーのリクエストが相変わらず、たくさんいただいております。久しぶりに、かけてみたいと思います。だってレコードが出てないからしょうがないですよね。今日の最後は山下達郎、スプリンクラー。